いちご。いちご。いちご。うちの子はこうやってね、いちご星人って言われる。いちご星人。かわいいし。やって。いちご星人。これ、ここ。ビビビビビビ。なんだそれは。もう、手を振り。はい。宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。のんこです。かこです。はい。今日のテーマは、テーマは自立と依存みたいなとこでいきます。依存と、依存というなんか意外と依存って思ってないだけど、依存してる人いっぱいいるよね、うんうんうん、自覚がないっていうか、誰かに、誰かにとか何かにとか、何かに、うん、でもね、周波数じゃん、人間って、だから依存する人って依存する人しかやってこなくなるんだよ。そうね、そうなんだ。そうだから依存する人が周りに増えてきたら、あれ私誰かに依存してる、何かに依存してるかもしれないって考えた方がいいのよ、何かに依存っていうと、例えばお酒だとか、あ、それもあるよね、ギャンブルとか。確かにそれはある、そういうこと、ことに依存してる人もいるもんね。あれも周波数なんかな。そりゃそうだ、買い物依存症とか、ね、あるけど、それは全部そうだよね。あとなんか人に依存する人多いよな、なんか例えばその自分がすごい尊敬してる人とかさ、あるあるある、絶対その人に聞いてからじゃないと動けなくて、いや自分でしょ、人に相談せずに自分に聞きな、そう、もはや相談する時点で、そうちょっと違う、自分軸じゃないよね、そう、自分はどうしたいのだよね。そうなん、そう、それでいいんじゃない、そうなん、そうしたいんだったらそうすればで終わりよね。そうなんで相談するのか分かんない、自信がもうなさすぎて、自分はこう思ってるけどそれ本当にいいのかしらとか、そう感じになっちゃうわけ、正解を求めてしまうっていう意識、私もそうだったことあるから、分かるけど、でも正解とかないし、やってみないことには、自分が思ってる結果じゃないかもしれない、意外にね、そうだからやってみて気づいて、でもまた気づいた自分でやってみて気づいてっていうのとにかく大変です。何か人に言われてそれをして自分が望む結果にならなかった時に、ね、その人のせいになったりとかなるわけじゃん、そっちに逃げれるじゃん、その人が逃げたい、そうそう、自分に責任持たなくていいじゃん、言ったからしたんだから、これで良かったのよとか、そういう、この間ね、そう2人に同じことを言われたんですっていう人がいて、で、その人は違う意見だったのよね、だけど自分はね、だけどある尊敬する2人に違うことを言われて、それそうしなさいって言われたから、そっちをやってるんですっていうんだけど、たった2人でそうなるのみたいな、うちの息子ね、面白いですよ、全人類が俺と全く違う意見でも俺がこう思ったらそれを取るっていう人なんよ、全人類よ、たった2人みたいな全人類が、そう、だから自分軸そこまで行くからすげえ、そういう人なんよ、ちょっとなあ5人ぐらいに言われたらちょっとあどうしようってなっちゃうかもしれない、そうだよね、普通ね、いや自分軸だとそんなのだと思って、絶対的な自信があるんだよな、そう、自分なんよ、自分軸の人っていうのは自分がもう神様みたいな感じよね、そう、まあ、でもそれって自分に本当に自分の行動とか言動に責任を持つってことよな、何どういう結果になるか、そうだよ、そう、だからそれは覚悟っていうことだと思うんですよ、本当に覚悟してる、そうだよね、自分の尻の上は自分、どうなっても自分の責任だから、それが取れんから誰かにちょっと聞いてしまう、確かに、やっぱ自信がないところがベースだよね、でもそれをずっとやってったら永遠に依存し続けるじゃん、そうなんね、そういうことだから自分になれない、
なれない誰、うん、あなたは誰宇宙人がすぐ聞くよ、うん、そう誰ですか、よく言うそう、うん、そうそう、うん、誰かのだから周りにこう言われたからこうしてるんですとかっていうのはないですね、うん、そこはちょっとやめましょう、うんうん、でもね私もそういう時期ありましたから、うん、必ずなんか、うんうん、なんていうかな自分の目上の人だとか、うん、あの尊敬できる人とかについつい聞、うん、何でも聞いちゃって、うん、でそれから決めるみたいなとこがあったけど、うんうんうん、でもこれは依存だなと思って、そうだよね、卒業しようって思ってね、うん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 、卒業しましたね、うんうん、気づいた時が卒業する時だ。そう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 。そうなんや。全然ね。うん。意外と。うん。何の問題もないですよ。うん、ね、うん。自分で決めれるしね。そう。そして後悔もない。うん。うん、そうなのよ。うん。うん。そう、そこそうなんよね。例えば占い師とかいっぱい見てもらってたわけじゃん。あで好きで言ってた、ね、占い師がこうしたらどうって言われたらやってた感じなの？うんうん、そこまですごいなんか信仰してた人がいたわけじゃなくて、うん、あで好奇心でこういろんなとこ行ってたっていう感じ、ね、アミューズメント的な感じで、はい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 、でなんかね、この人との相性はこうですよとか言われて、うん、ああそうなんだって言って楽しんで終わるみたいな感じだったから、うん、そんななんか大きな相談事をしたのはないかな。ほらあのちょっといたじゃないなんか 福山の方に、ああ福山の先生ね、うん、あの人になんか あの歌手になる時に名前を考えてもらったじゃん。そうだわ。そう自分で考えるより人に考えてもらいたいって言ってたよね、あの時は。あの時なんて言ったの？なんか、うん、そんなようなこと言ってたよ。言ってた、うん、でも結局、うん、その先生の言うこと聞かなかったんですよ。そうなんだよね。なんで結局聞かないんだと思った。何しに行ったの？なんて名前だったっけ。なんかさ、それちょっと言えんけど言えないけどなんか全然違う。そうだよね、自分の名前じゃない、全然、うん、違う名前言われて、芸名をそうそうそうつけるときね、つけるときに結構悩んだんですけど、全然なんかしっくりこなかったんですよ、うん、それは。そうなんだよね。でその時はちょっと結構悩んじゃったけど、うん、でも結局、うん、ほとんど本名でそうだったよね。地元の名前と、ね、聞きに行ったのにあれみたいな。そうなんよ、なんか結局自分で決めたいんだな、うん、私はっていう感じ、うん、あ、そのあれだったから、ね、試しじゃないけど、なんか昔からあったんですよ、友達にこう喋っても、うん、ここ心の中ではもう決まっとって、うん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 、で後押しされたいみたいな、うん、感じだったかな。自分が言ってほしいことを求めてた、うん、そうそうそう、共有を求めてた感じ。そういうのってね、共感してほしい感じ。そしたら より一層安心するっていう、うん、やっぱりみたいな、そう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 、うん、っていう感じだったんだと思うんですよね、うんうんうん、そうだね、うん、自分でだって名前とかってさ、もともと本名ね自分でつけてるんですよ。あ、そう実はそう、らしいです、ね、そう親につけさせてるっていう。すごいよね。そうなんよ、うん、なんか今回の人生で一番マッチする名前を自分でつけて親につけてもらう感じらしいですよ、うんうん、ねえそれで思い出したけどさ、うんうん、ちょっと前にニュースになってたさ、うんうん、なんか王子様くんっていう名前の人いたじゃん。あ、なんか知らない、知らない、え、それ名前なの？何、王子様っていうの？なんとか王子様くんっていう名前をつけられた子がおったの。なんすか、10代ぐらいの子だったの。知らない。で解明したっていうニュースを。解明しちゃったの？そうそう、やっぱり嫌だったみたいで。自分で間違えたって思った。自分で間違えた。解明したんだ。やっぱそうそう。自分で間違えた。全然でもその子
はいじめられたりとかなかったらしいんですよ。へすごい、ね、でもやっぱりなんか不便だったんですよね王子様様みたいなでも笑っちゃいけないあそうでもすごい衝撃的でしたねニュースはね。うん、そういうこともあるんだ。自分で決めて自分で解明したい解明したんだ解明したいっていうのを決めたの。ちょっと待って、その子は自分が大きくなってから変えたってこと？そうそう、18歳とか。あ、じゃあちっちゃい時はそのままで来てたんだ。そうだそうだそうだよ。すごいでしょ。すごいすごいよな。その子も決めてきてた。自分でつけてる。そして解明するっていう体験。あ、そういう体験を体験したかったんかな。体験ができる、うん、分離してるから。そうだね。本当は一人の体験しかできないはずなの。そうだよね。みんなつながってて一緒、一人、うん、結局は一人だから、それをわざわざ地球で分離していろんな人を作って、うんうんうん、ね、いろんな体験をしてるだけの話。うん、で、うん、後から共有するのかな。そういうことよ。うん、すごいこと考えたよね。すごい。ねえ、うん、うん、みんなつながってる。そう、究極に言ったら、うん、殺される体験とか、うん、人を殺す体験もやってくれてる人がいるわけじゃん。そうね、その代わりに、うん、そうねってことでしょ、うん、すごいよね。で帰った時に、うん、どうだった、どうだったみたいな、うんうんうん、そうなんだよね。面白いね。そんなこと考えたこともないけど、うん、でも聞いても、うん、そんなとか思わないもんね。むしろね、なるほどみたいな、こう納得してしまうところがあるから、うん、決めてたんだみたいな、ね、不思議なんだよな、うん、だからね、うん、本当なのかなっていうそうそう、やっぱり腑に落ちることって本当なのよ、うんうん、ね、そんな気するよね、うん、そう、違うことって違うって思うのよ、ね、違うって思うのよ、うん、おえってなるよ違うって思わんからね、不思議なんだけど。そういうこと、そうなんだ、そうなん、不思議なんよ、確認しようもないんだけど、うん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 、なるほどって納得してしまう自分がいるから、うんうん、面白いですね。だから最近宇宙の話とかもしても、うんうん、な、あ、そうなんだってみんななんかね、なるよな、すごいよね。ちょっと昔だったら、うん、え、何言ってんのそうだっていう時代だったから、うんうん、でも最近は結構みんなすんなりと、うん、すんなりとシュッてシュッと聞いて聞いてくれるよね、うんうん、そう、すごい時代だからやっぱりアセンション時代なんだなっていうのを身をもって感じますね。本当本当、うん、気づいた人からどんどん広がっていく、うんうんうん、ね、だから、ね、うん、宇宙とつながる会もさ、名古屋でできたり、ね、うん、あの神戸でできたり、ね、どんどんね、なんか九州でもできそうだよね、うん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 、秋ぐらいかなとは思ってます、うんうん、はい、うん、いろんな人にお会いできるのも楽しみですね、うん、はい、本当に、はいはい、では、それではお帰り、はい、はい、さよなら、ごきげんよう。